暑い夏に飲む冷たい飲み物、美味しいですよね。こんにちは、たくむです。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕もね、さっきコーヒー買いに行ってきたんですけど、今年初めていよいよね、半袖1枚で外出しました。もうあとは梅雨だけ挟んだら暑い暑い夏がやってきますよ。ということで、お待たせしました。ついに今年というか今回ね、保冷ボトルのもう決定版ともいえる動画を作りました。ところで、保冷ボトルなんて、まあ、なくてもなんとかなるんじゃないって思う方もね、いると思うんですよ。ただ想像してみてほしいんですけど、炎天下の中でジュースね置いてたらすぐにぬるま湯になっちゃいますし、まあ、コップに注いだその瞬間からティファールと同じレベルの、まあ、加熱システムがね発動しちゃうわけですよ。でそんなシチュエーションで、まあ、重宝するのがね、これなんです。まあ、もちろんね、水とかだったら氷と一緒に入れて持っていけますし、氷だけを入れて持っていくこともできると。保冷ボトルって実はもう夏キャンプでなくてはならないアイテムだと思うんですよ。ところがどっこい、今市場のラインナップをざっと見渡してみると、いろんなアイテムが出てきてます。しかも保冷ボトルに関してはもう値段がねマジでピンキリなんですね。5000円ぐらいから売ってるものもあれば、1万円ぐらいのアイテムもあると。はたまたそれをね通り越してもう2万円とかしちゃうような保冷ボトルまで、選択肢がとにかく広いんですよ。で、いやー、まあ、キャンプ行くけど、まあ、ぶっちゃけ安いのでいいやっていう気持ちもねすごいわかるんですけど、めちゃくちゃ集めまくった僕の経験から言わせてもらうと、保冷ボトルってね買い替える機会が少ないんですよ。まあ本当に満足いくもの一つ持ってたら何年も何年も使えるアイテムだけに、変に安いの買って買い替えるよりもうこれだというアイテムを最初から買っておけば、長い目で見た時にお金をねドブに捨てなくて済むんで、ぜひ今日の動画参考にして自分に合った保冷ボトルっていうのを見つけていってください。それでは早速見ていきましょう。でまず今日の動画の構成なんですけど、こんな感じで進めていきます。いっぱい保冷ボトル買ってきたんですよ。コスパがいいメーカーのからもうハイエンド帯まで、保冷ボトル揃えてるんで、まあ、順にねスペックを見ていきます。でその中で全部使った僕から見て、ここが気になるんだよなみたいな、デメリットもね正直にお話していきます。で最後にはもう僕のね主観を一切取り除いて、リアルな保冷力っていうのがどれぐらいなのかっていうのを、まあ、検証してね、出していきますと。まあ、こっちに行けば行くほど値段がね釣り上がっていくんですけど、果たしてそれだけの価値があるのか楽しみにしておいてください。では順にスペックを見ていきましょう。まずね今日揃えたラインナップなんですけど、左からねフィールドアの保冷ボトル、その次がちょっとねこれキャンプステッカー貼りすぎてるんですけど、キャプテンスタックの保冷ボトルです。で、左から3番目、これがねあの有名なスタンレーの、まあ、保冷ボトルで、最後がもうキャンプ2はね最後に行き着いたって方も多い、保冷ボトルの大御所イエティですね。まあ、熊でも壊せないことで有名な、まあ、頑丈なねクーラーボックスとかを使ってて、まあ、まさに一生もののね、耐久力がある製品を売りにしてるねイエティっていうメーカーの保冷ボトルです。で、まあ、一つ一つのアイテムをこう縦にね、スペック紹介していってもいいんですけど、多分一つ目紹介して、最後ね4つ目見ていってるうちに、この辺のスペック忘れていっちゃうと思うんですね。てなわけで、まあ、容量だったら容量、ハンドルの形状だったらハンドルの形状みたいな、横に並べてスペック見ていきます。で手始めに容量を見ていくんですけど、これはねかなり揃ってます。このキャプテンスタックのやつだけ、唯一 2.5 リットル入るんですけど、それ以外のフィールドア、スタンレー、イエティは全部 1.9 リットル入るんで、まあ、この3つはほぼ容量が同じです。まあ、個人的にも2リットルのね容量ってのが、まあ、持ち運びやすくてかつ大きいペットボトルあるじゃないですか。あの市販の 1.5 とかね2リットルのあれがそのまま入るっていうので、まあ、保冷ボトルはねこのサイズが結局一番取り回しいいかなと感じています。
で、容量は、まあ、3つ同じで、キャプテンスタックのだけ唯一ね、少し大きかったんですけど、じゃあ今度、そのね、サイズ感を見ていきます。まあ、持ち運びの時だったり、あとはね、収納スペースですね。まあ、こんな感じでね、棚とかに保管されてる方は、まあ、そのね、奥行きとか、形状によっては、保管しづらいやつがあるんですね。で、まず前提なんですけど、おそらくね、今、画面で見てるよりも、実物はね、小さい、スマートに感じると思います。こんな感じで、手のひらにこう乗っちゃうぐらいのサイズ感で、まあ、実は結構ね、可愛いサイズ感です。まずはこのフィールドアの保冷ボトルなんですけど、幅が15センチです。成人男性がね、手を広げたより、まあ、ちっちゃいぐらいのサイズかなと思います。で、このね、ハンドルを含めた奥行きってのが、18センチなんで、こういうね、棚に収納するよって方は、20センチ以上のね、奥行きさえあれば、まあ、保管できるかなという感じです。で、あともう一つ、収納の時、制約を受けるのが高さですよね。高さが約25センチです。まあ、僕がね、手を広げたこの小指の先っちょから親指の先までぐらいのサイズ感が、まあ、高さっていう感じですね。はい、それがフィールドアの保冷ボトルです。まあ、なんとなくのね、大きさ、サイズ感っていうのは伝わってるかなと思うんで、まあ、これを基準にしながら、じゃあ他のラインナップを見ていきます。で、2つ目に見ていくのが、このね、キャプテンスタックのウォータータンクです。まあ、シール貼りまくってるんで、もはや原型とどめてないんですけど、元は、キャプテンスタックのね、ロゴが一つだけ入った、結構ね、シンプルなボトルでした。で、こうやってね、見比べてもらったらわかると思うんですけど、もう、瓜二つというか、まあ、単体で見たら、もう見分けがつかないぐらい、形は似てるんですよね。ただ、容量が、片や 2.5 リットル。こっちが、1.9 リットルなんで、実は結構違うと、まあ、サイズ感も似てるだけに不思議ですよね。この幅が 15.5 センチなんで、まあ、0.5 センチだけね、フィールドアのやつより大きいと。だから持った感じ、まあ、ちょっとねこう太いかなという感じですね。で、3つ目がこれです。スタンレー、見たことあるんじゃないでしょうか。まあ、タンブラーとかね、こういう保冷ボトルをかっこいい配色で出してきてるんで、こういうね、5000円ぐらいのやつに比べると、まあ、ワンランク高級感があるボトルです。で、脱線しないうちにサイズを見ていきましょう。で、容量で言うと、これ、さっきのやつと同じなんですけど、こんな感じでわかるでしょうか。直径がかなり細いです。ここの幅が 12.5 センチ。こっちがね15センチなんで、まあ、3センチぐらい細いですね。そして奥行きもね、16センチなんで、まあ、この辺のね18センチのやつに比べると、まあ、収納性はいいです。ただその分ね、高さは結構出てて 29.4 センチと、まあ、約30センチあるんで、こういうねずんぐりとした形のやつより、まあ、ちょっとこう細長くしたようなシルエットです。で、最後が、イエティのね、ランブラー。まあ、幅はね、14.5 センチなんで、ほぼほぼ同じぐらい。で、このハンドル倒した時の、この奥行きが、まあ、16.5 センチなんで、キャプテンスタックとかフィールドアに比べると、まあ、ややね、スマートです。で、高さが 25.5 センチなんで、このシルエットで、2リットルぐらいの保冷ボトルは、ほぼほぼね、高さで言うと変わらないかなという印象です。てなわけで、まとめると、こういうね、保冷ボトルは、まあ、奥行きがね、20センチぐらいあって、高さが26センチぐらいかな、あったら、まあ、ほとんどこういう収納棚に収まるという感じです。で、唯一、スタンレーだけね、高さが、まあ、30センチ弱あります。以上がサイズ感でした。続いては、重さです。容量はね、かなり似てるんですけど、持ち運ぶときに、重さが、結構違うんですよ。ここはさっといきますけど、フィールドアのやつが 1193g。キャプテンスタックのやつが、これ容量はね、0.6 リットルも多いにもかかわらず、まあ、1210g と。この2つ比べると、まあ、重量はほとんど同じです。ただ、スタンレー、このボトルはね、997g。このラインナップの中で、まあ、唯一 1000g を切ってくるのが、このスタンレーのグローラーです。で、最後、もうハイエンド帯にね、位置するこのイエティのボトル。重さが 1804g あります。スタンレーの2倍弱のね、重量があります。はい、以上ね、まあ、表面的なね、スペックを比較してきました。で、この辺で、わー、これ気になるなーとか、そこまで言うんだったら一つ買っておこうかなって方向けに、導入するにあたって、リアルな問題
もう買う前だったらあんまり気づかないような問題っていうのをもうちょっとね深掘りして見ておきます。まずはこういうね保冷ボトル買ってまあ困る問題、洗いやすさってのがあります。まあそんな違うのかよと思うと思うんですけど、かなり違います。ちょっとね口の部分を見ておきましょうか。はい、ということでハンドルをね全部取り外しました。洗うときはまあこうやって蓋外すと思うんですけど、3つしかないんです。そうなんですよ、実はこのスタンレーのねグローラーだけこんな感じでキャップがついてるっていう仕様で、このね本体から大きくバコッと外れたりっていうのがしないんですよ。ここはねチェックポイントです。スタンレーだけ口がね6センチしかないんですよね。そんな意味で、まあ、ダントツで洗いにくいです。では他のね3つで比べていきましょう。で残りの3つは、まあ、形似てますよね、あほとんど同じじゃないかって思うと思うんですけど、実際こうやって見てみると結構これ違ってます。まあ、まずね一回り小さいのがキャプテンスタックなんですよね。口の直径がね11センチしかないんで、まあ、手入れてね全然洗えるんですけど、こうちょっと、まあ、窮屈感はあるかなと、まあ、腕全体をね回すほどの隙間はないというか、あの手首の先でねこうやって洗う感じになります。それが11センチっていうね広さです。でそれより大きいのが今度ねフィールドアなんですよ。これはね直径が12センチあるんで結構ね腕ごと回して洗えると、そういうサイズ感ですね。12センチ。で、洗いやすさで言うと、まあ、一番ね、いいなって思ったのが、イエティでした。キャプテンスタックのやつとかは、こう上に行くにつれてね、ちょっとこう狭まってるんですよね。ただ、イエティのやつってのはね、ほとんど、なんだろう、段差がないというか、もうほぼ直線に、こうやって口が開いてる感じで、このね、直径も 12.5 センチあります。だから腕もストーンと入るし、一番洗いやすいです。まあ、そんなわけで、毎回のね、メンテナンスで言うと、一番ね、洗いにくい、口が狭いなっていうのが、スタンレー。で、スタンレー洗うときは、まあ、綺麗にね、こう、すすぎ洗いした後、僕はキッチンペーパーをね、丸めて、この中に入れてます。それでね最後湿気を取っていくっていう感じです。夏場ねヘビーローテーションする方はもう毎日のようにね、洗うことになると思うんで、洗いやすさってのは結構大事ですよ。続いてはね蓋部分を見ていきます。結構盲点なんですけど、実はペットボトルの蓋とこういうね保冷ボトルの蓋ってある点で全然違うんですよ。何かわかりますか？それがこれにしてもそうだし、まあ、フィールドアのやつとかキャプテンスタックのやつもそうなんですけど、蓋がねこういう感じで繋がってるんですよ。だから地面にポロッと落ちて泥がついちゃったなとかそういう心配がないんです。しかもこれ結構ねカチャッと固定される仕様なんで、結構振ってもねほら落ちてこないんですよ。だから飲み物がね蓋につかないってのも嬉しいですよね。でキャプテンスタックのやつはね結構作り込まれてて、まあ、ここにね、蓋が入るような空間が設けてあります。こんな感じで綺麗ですよね。でフィールドのやつはまあこれね別にこれしか持ってなかったら何も思わないんですけど、こういう感じでねちょっとこうなんだろうなチープな感じはありますね。お、そっか、これハンドルがめちゃくちゃ緩いですね。今思ったんですけど、ハンドルがすごい遊びがすごくって、キャップはね落ちてこないもののハンドルが垂れてきます。蓋はうんなんとか大丈夫そうです。でまあ蓋の作りだけっていうなら、まあ一番こうなんだろうな高級感あるというか開け閉めしやすいのがこのスタンレーのグローラーですね。他のやつはスクリュータイプなんですけど、グローラーに限ってはここですね、ノブがついてるんですけど、これをね上にカチャッと押し上げるだけでロックが外れます。でこんな感じで開くし、ここもねしっかりと固定されるんで、まあ、注いでる時に落ちてくるとかはもう全然ないです。もうむしろ動かすのが難しいぐらい、しっかりロックがされています。で最後、僕ねこれすごい感動したんですけど、イエティのやつってほら見てください、見た感じキャップがこれもう取ったら終わりみたいな、なんだろうペットボトルと同じ感じに映るじゃないですか。ただ技ありなんですよね。くぼみがあるの分かります？
ここがマグネット仕様になってて、なんとこんな感じでね、つくんですよ。しかもこのロックがマジでしっかりしてる。だからちょっとね、デコピンしたぐらいじゃ飛ばないぐらい、まあ、しっかりとここ固定されるってのも嬉しいですよね。ハンドルはかなりしっかりとね、力を加えないと動かないし、こうやって注ぐ時の使い勝手っていうのは、あ、すごいね、いいですね、イエティ。ちょっと重いですけど。っていうのが、まあ、キャップ周辺のね、比較でした。これね、僕自身も結構盲点だったんですけど、保冷ボトル、値段に応じて、結構キャップ周りのね、作りってのは合成になっていってるなと。コストと結構比例するポイントかもしれませんね。で、ここで終わっていいんですけど、もう一つね、キャンプで使うとき大事になってくるのが、この飲み口なんですよ。この辺とかね、同じに見えると思うんですけど、実はちょっと違います。で、まず前提として、まあ、氷だけ入れるんであれば、正直飲み口の大きさってのは、どれでもいい。です。スタンレーのやつはね、もう取り外しができないんで、こっから入れれるサイズに限定されるんですけど、別にこういうやつだったらガポッと外せばどんな氷のサイズでも入るじゃないですか。ただ氷と飲み物を、まあ、一緒に入れる時に限っては飲み口ね、小さい方がいいんですよ。まあ、氷をね、切りながら入れることができるんで、そういう意味で、まあ、スタンレーのやつね、ダボダボっと出ちゃうんで、ちょっと飲み口大きいし、まあ、扱いにくさはあります、正直。そうするとこの3つなんですけど、実はね、キャプテンスタックのやつだけ、ネジがね、内側についてるんですよ。だから本当にね、この口とくっつく部分の飲み口ってのが 1.7 センチしかないです。フィールドアとかイエティのやつ実は 2.5 センチあって、こっちはね、約 2.6 センチあります。だから、氷とね、水とか一緒に入れておいて、まあ、それを切りながら入れるとかであれば、これが一番やりやすいです。はい、こんな感じでちょっとずつ欲しいもの見えてきたと思うんですけど、あとね、3つだけ紹介しておきたいポイントがあるんで、ざっとね、ここから見ていきます。一つがハンドル形状です。さっきもね、ちらっと出てきたんですけど、ボトルによってね、ハンドルの使用感っていうのがね、結構違うんですよね。スタンレーのやつは、蓋がね、ポロッと取れない代わりに、まあ、こういうね、一体型の構造になってるんで、まあ、遊びとかはもちろん全然ないんですけど、一番落としにくいです。で、イエティのやつは、まあ、こういう感じで、かなり、こうなんだろうな、キューッと摩擦が効いてるような感じ。だから、声にね、力を加えない限りは、まあ、ほとんどね、動かない。それがね、このイエティです。ほら、ここで止まってますよね。で、さっき紹介したこのフィールドア、こういう感じで、まあ本当にもうプランプランっていう感じですね。まあ持ち運びの時はこうやって遊びがある方がね、下手したら持ちやすいんですけど、まあ注ぐ時にね、こうやって倒れてきちゃうっていうのはちょっと設計ミスなんじゃないかなと思いませんか。で、最後がキャプテンスタックのやつです。これはね、こういう感じで、カク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 っていう段階式のね、ロックがついてるような機構です。まあほとんどね、こう動かないというか、このロックの中では多少動くんだけど、まあほとんどこう遊びがないっていうような仕様で、結構これ好きですね。まあキャプテンスタックのやつは値段もね、抑えてくれてるんだけど、まあ、こういう細部までちゃんと作り込んであるってのは僕的にやっぱり嬉しいポイントでした。で、次に話すことがかなり重要です。耳の穴かっぽじって聞いといてください。すごい盲点だと思うんですけど、この保冷ボトルって保冷だけに使いますか？そう、やっぱり真空ボトルで、まあ、温度をね、キープできるということは、温かい飲み物入れようかなとか、それだけ密閉性が高いんだったら、じゃあ炭酸、ビール入れていこうかなって、思うのがね、まあ、人の差がだと思うんですよ。そこにおいて、実は入れれる飲み物が違います。まあ、というかね、公式から、まあ、推奨されてるね、スペックが違うんですよ。まずね、フィールドアの保冷ボトルです。これは公式から、まあ、保冷ボトル兼、温かい飲み物も大丈夫だよっていう風に言ってて、まあ、保冷と保温両方できる、そういうボトルですね。だから、まあ、年中通して使えます。で、ビールをはじめとする炭酸飲料っていうのは NG です。まあ、こういうね、密閉性が高いボトルで炭酸 OK っていうのはね、逆に
実は珍しいんですけど、まあ、中には炭酸対応の、まあ、こういう保冷ボトルっていうのもあります。これは NG。 続いてキャプテンスタックのやつなんですけど、これがね要注意です。完全に保冷専用っていう風にね言ってるんですよ。まあ、温かい飲み物を入れると、まあ、内圧とかのね関係で、難しいと判断したようで、まあ、公式からは完全に保冷専用のボトルとして、使ってくださいという風に言っています。まあ、もちろんねビールをはじめとする炭酸飲料っていうのも NG です。で3つ目、このスタンレーね、これなんですよ。なんとスタンレーのこのグローラーに関しては飲み物の対応範囲が広いです。まあ、冷たい飲み物はもちろん OK なんですけど、ビールをはじめとする炭酸飲料を入れることができます。で、保温に関してはね、公式サイトでは結構 NG って書いてあったんですけど、一応三角ぐらいにしておきます。僕がねこれ買った時、まあ、説明書がついてきたんですよね。その説明書には熱い飲み物入れるときはこれ口が大きいから出てくるときねダボッと来て火傷するのには注意してくださいみたいな書き方でした。だからまあ説明書ではなんか熱い飲み物を入れること想定してるのみたいな、どっちつかずっていう感じです。まあそういった意味で一応ね温かい飲み物だけ三角にしておきます。炭酸がね唯一 OK なボトルっていうのが、まあ、注目のポイントです。で最後ね、イエティです。これは保冷と保温の、まあ、両方に対応しています。ただ炭酸を入れてこうグッとね密閉するとやっぱりこの蓋、内圧がねすごいかかるんですよね。それによって、まあ、タンクがね開かなくなっちゃうとかっていう問題があるようで、まあ、炭酸飲料ってのは NG になっています。まあ、ステンレスであっても一応ね、腐食するんで、そういう観点からも、まあ、NG っていうことだと思います。てなわけでまとめると、保冷専用で使うとか、まあ、氷入れて使うっていう用途であれば、キャプテンスタックのやつで OK。 ただ温かい飲み物入れたいなってなってくると、まあ、低価格帯ではフィールドアで、お金払ってもいいよって方はこのイエティね、この2つだったら、まあ、保冷と保温両方がいけます。で、まあ、せっかく夏キャンプ行くんだったらビール飲みたいよねっていう方はこのね、スタンレーであればビールをはじめとする炭酸飲料も OK と。はい、以上を加味した上でよし、じゃあ導入しようってなった時にいよいよね財布との相談になってきますよね。値段がどれぐらい違うのかだけ最後に見ておきましょう。はい、安い順に並べました。こっちからフィールドアの保冷ボトルが4900円で、キャプテンスタックのやつ、これが結構ね値段の変動があるんですけど、Amazon でだいたい5000円から6300円ぐらいで、売ってることが多いです。まあ、真夏になるとね結構値段上がることもあるんで、まあ、個人的にはシーズン外して買っておくのがいいかなと思っています。でスタンレーのグローラー、これが約1万1000円です。まあ、5000円ときて一気にね値段が倍ぐらいになっちゃったなという感じではあるんですけど、こっちになるとなんか一気にね実用面だけじゃなくて所有欲も満たされる、そういうね質感になっています。まあ、ショックだったのは昨日ねAmazonでこれ調べたら7300円ぐらいめっちゃ安くなってて、うわ3000円も値下がりしてるのって思ったんですけど、まあ、そういうのはマジで狙い目だと思います。で最後、天下のねイエティ、これいくらぐらいすると思いますか？なんと、まあ、19,800円です。で、まあ、イエティって、A&F っていう会社が正規代理店やってるんですけど、まあ、そこで買ったら定価ぐらいで買えるし、Amazon とかだったら、まあ、下手したらね 22,000 円とかになってるんで、こういうね保冷ボトルの中で、まあ、ダントツやっぱり値段がねするなっていうのがイエティです。ただね真空のクーラーボックス、まあ、5万10万っていう世界線ではなくて、言うてね、まあ、ハイエンドでも2万円とかなんで、ずっと使うことを考えれば買えなくもないかなっていうぐらいの認識ですかね。まあ、ただ高級品であることは間違いないです。はい、いかがでしょうか。まあ、いろんな観点切り口からこのボトル見てきました。いよいよもう誰もが知りたい
その真のね、保冷力ですよ。同じ条件下で実験してどれぐらい差が出るのか見ていきましょう。で、今回保冷力の検証はもう真夏に僕たち消費者が、まあ、アウトドアでね、使う時を想定して実験していきます。スーパーに売ってる氷をね、このボトルの中に入れますと。それをね、僕たちの身近にある暑い空間あるじゃないですか。そう、炎天下の車内ですよ。温度がすっごい上がると思うんで、そこに置いて検証していきます。さらに4つのボトルの中で、まあ、唯一ね、容量が大きいキャプテンスタックのボトルあるじゃないですか。これがね、 2.5 リットル入るんで、まあ、氷の量がね、同じだったら空間がね、余分にできちゃうと。1つだけ不利になっちゃうんで、まあ、キャプテンスタックのやつだけ他のね、ボトルの 1.3 倍ね、氷を入れて何パーセント残るのか、同じ条件でね、検証していきます。ラッキーナビン。はい、スーパーに売っている1キロの氷を買ってきました。で、それぞれのボトルに氷を入れていきます。初っ端がね、フィールドアの保冷ボトルなんですけど、ここである問題が発生しました。容量的に1キロの氷そのまんま入ると思ったんですよ。ところが蓋をしようとするとこうやってね、浮いちゃうんですよね。まあ、隙間を埋めることでなんとかできるかなとか試行錯誤はしてみたんですけど、もうニッチもサッチもいかない状況でした。うわ、マジかと。フィールドアの保冷ボトル1キロのパックそのまんま入んねえのかよってなっちゃって、急遽ね、氷の量を変更することにしました。500g の氷で実験していきます。ということで、今回の実験はこのね、 1.9 リットルの保冷ボトルに対して 500g の氷を入れると。で、時間の経過とともに何パーセントの氷が溶けていくのかっていうのを比較していきます。で、注意するのがこのキャプテンスタックのボトルですよね。これだけね、容量が大きいんですよね。2.5 リットル入るんで、中に入れる氷の量もその分ね、増やします。はい、658グラムですねの氷を入れておいて、その割合で他のボトルと比較していきます。で、スタンレーのこのグローラーっていうね、保冷ボトルは 1.9 リットル入るんで、そのままね、500グラムの氷を入れておきます。で、同様にイエティも1.9 リットルの容量なんで 500グラムの氷を入れておきます。はい、これで全てのボトルに氷が入りました。それでは全てのボトルを車内に置いておきます。で、この日はね、天気もめちゃくちゃ良かったです。実験を開始した12時の時点ですでに気温が 31.4 度ありました。はい、3時間が経過しました。気温も 36.3 度、真夏の炎天下と変わらないですよね。さて、氷はどれぐらい溶けているんでしょうか。室内で計量していきます。先頭バッターはフィールドア、まあ、こんな感じでね、水だけ、切ってしまいます。ここからね、氷の重さだけ測っていきます。さあ、何グラム残っているんでしょうか。お、463g、 氷は 7.2% 溶けていました。で、鋭い方はね、いや、水だけ測ればこの実験できるやんって思うと思うんですけど、何回にもたって計量することを考えると水溜めておくのも面倒だし、誤差も出そうなんで氷の量だけを測っています。さあ、続いてキャプテンスタックの保冷ボトルです。同様に水は全て切っています。氷だけ取り出して測りに乗せてみると、お、583g、 11.6% ぐらいの氷が溶けていました。続いてスタンレー、持ってる方はわかると思うんですけど、これの保冷力やばいじゃないですか。どんな数値が出るんでしょうか。氷の重さを測ってみると 470g、 たったの 6% しか溶けていません。続いてハイエンド帯のイエティです。これ高かったんで、持ってる身としてはね、悪い結果出たら嫌だなぁなんて思いながら、ちょっと測っていきますよ。測りに乗せていくと 474g、 なんと
あのスタンレーをもしのぐ結果です。わずか 5.2% しか溶けていません。3時間経った時点で、氷がね残っている量をまとめておきます。フィールドアが 92.8%、 キャプテンスタックが 88.4%、 スタンレーが 94%、 そしてイエティが 94.8% と今のところ1位です。さらに夕方まで車に置いておいて結果を見たいと思います。はい、実験開始から6時間が経過しました。キャンプに行ってたら日が落ちてくる時間ですよね。氷はどれぐらい溶けているんでしょうか。フィールドアから同じ手順で見ていきます。はかりに乗せてみると 391g、まあ、約 22%、 5分の1ぐらいの氷が溶けてしまっていました。続いてキャプテンスタックです。最初の計量がねちょっと成績悪かったんですけど、この辺で持ち直してほしいですよね。はい、氷を取り出してはかりに乗せてみると 520g、 お、 21% 氷が溶けているということで、フィールドアと並んだ、もしくは若干キャプテンスタックの方が上かなっていう成績です。続いてスタンレーです。さっきまでの2つがね5分の1ぐらいは溶けちゃってたんですけど、スタンレーはね格の違いを見せつけてくれるのでしょうか。乗せると 432g、 なんと 13.6% しか溶けてないということで、時間の経過とともにかなり差がついてきたように感じます。さあ、先ほど一番成績が良かったイエティですが、スタンレーのね驚異の 13.6%、 これを超えていけるのでしょうか。はかりに乗せていくと 419g。 おや、これ単体で見たらね十分すごいんですよ。すごいんですけど 16.2% の氷が溶けているということで、スタンレーにねちょっと引けを取っている状況です。そんなわけで6時間経った後に氷が残っている割合をまとめておきます。フィールドアが 78%、 キャプテンスタックが 79%、 スタンレーが 86.4%、 イエティが 83.8% です。夕方ぐらいになるとちょっと差が開いてきましたね。ただ全てのボトルまだ8割の氷があるんで検証を続けていきます。はい、翌日の正午です。実験開始から24時間が経過しました。キャンプに行ってたらチェックアウトが済んでいる時間です。キャンプが終わる時間に氷はどれぐらい溶けているんでしょうか。結構ねポチャポチャ音が聞こえてきます。フィールドアの保冷ボトルから見ていきましょう。はい、500g 入れておいた氷かなり減っているように見えませんか。さあ、はかりに乗せていくと 190g ということで、24時間で62% の氷が溶けてしまいました。続いてキャプテンスタックです。序盤は成績が振るわなかったんですけど、昨日の夕方時点でフィールドアの保冷ボトルに、まあ、ちょうどね成績が並んだと、翌日大きくね今度は引き離すなんていう展開がありえるんでしょうか。はかりに乗せると、はい、340g、 なんと溶けた氷の量が 48.4%なんで、フィールドアの保冷ボトルに比べるとかなり持ちがいいですね。さあ、続いて昨日の夕方時点で首位をキープしていましたスタンレーです。今のところ暫定1位がキャプテンスタックの 48.4% ですよ。覚えておいてください。さあ、運命の計量です。はい、 332g、なんと 500g 入れてたんですよね、スタート地点で。てなわけで、暑い車内でね24時間置いていたのにたったの 34% しか氷が溶けていないと。スタンレー、恐るべき保冷力です。さあ、大鳥です。一番ね高級なイエティ、どれぐらい残っているんでしょうか。はかりに乗せていくと、出ました、 239g です。なんと 52% の氷が溶けちゃっています。てなわけで24時間経って残っている氷の量まとめておきます。フィールドアが 38%、 キャプテンスタックが 51.6%、 スタンレーが 66%、
イエティが 48% という結果です。はい、さらに6時間が経過しました。キャンプでいうと2日目の、夕方頃なんで、この晩酌タイムに氷が残っていたらもう上出来ですよね。結果を見ていきましょう。今回のラインナップの中では一番安価なモデルですが、まだ氷が残っているようです。はい、はかりに乗せていくと 87g、 82% が溶けてしまいました。続いて中盤から成績を伸ばしてきているキャプテンスタックのボトルを見ていきましょう。はい、氷を出してみて驚きました。少し多めに入れてはいたんですけど、それにしてもよく残っていますよね。はかりに乗せていくと、はい、255g と、なんと 69% しか溶けていません。続いては期待感の高いスタンレーですよね。こうして出している時に分かりました。氷の質感がね、スタンレーは違います。水っぽさがそこまでなくて、氷っていう感じがね残ってるんですよね。重さも 280g と、もう衝撃ですよね。 44% しか溶けてない。30時間も経って半分以上ね氷が残っていました。続いて後半にかけて陰りが見えてきているイエティです。氷の重さを測っていくと、はい、160g、68% が溶けてしまっていました。そんだけで30時間経った時の氷の量をまとめておきます。フィールドアが 18%、 キャプテンスタックが 38.7%、 スタンレーが驚異の 56%、 イエティが 32% という結果です。はい、実験開始から48時間後です。丸2日経った時点でどれぐらい溶けているんでしょうか、というか残っているんでしょうか。はい、フィールドのボトルです。こうやってね開けてみると、もう案の定ね全く氷が残っていなかったです。続いてキャプテンスタックのボトルを見ていきましょう。振ったらね、ちょっと氷の音がしたんですよ。水を切って氷を取り出します。これをね測りに乗せると 64g まだ残ってるんですよ。ということで丸2日経っても 10% 弱の氷が残っていました。そして2回目以降の計量から常に首位をキープしているスタンレーです。はい、まだまだ出てきます。スタンレーのボトルね、これ2日経ったとは思えないぐらい、綺麗な氷が出てきて177g あるんで、48時間経っても3割以上の氷が残っているという驚異的な保冷力です。そしてここでね、イエティ高級なねボトルなんですけど、蓋を開いていくと完全にね、溶けてしまっていました。はい、48時間後の結果です。フィールドアノは溶けちゃってて、キャプテンスタックは 9.7%、 スタンレーが 35%、 イエティは全部ね溶けちゃってました。はい、ここでね確実にもう順位が見えたんで実験打ち切りです。ちょっとね残酷なまでに順位出ちゃうんですけど、4位がねフィールドア、そして3位がまさかのイエティでした。序盤はすごい保冷力だったんですけど、後半になるにつれ保冷力がね持続しなかったですね。で第2位がキャプテンスタックです。そして堂々の1位がスタンレーです。この実験ね確かに誤差はあったと思うんですけど、スタンレーのね1位ってのは何回実験しても覆らないんじゃないかっていうぐらい、頭一つ抜けた保冷力でした。てなわけでまとめると、実用性重視の方はもうスタンレー一択でいいと思います。ただしキャンプ場でもしイエティ持ってる方見かけたら、言わないでくださいよ、スタンレーの方が実は保冷力高いんだぞとかね。この動画見た方は心の中にね、どうか留めておいてほしいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。この夏こそ保冷ボトル買うぞって方はぜひ参考にしてみてください。これからもいろんな道具徹底検証していくんで、ぜひチャンネル登録だけよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。